ってるな。チビバスだ。およいしょ。おお、これが食ってたんだ。小さいけど貴重な貴重な牛久バスです。ルアーはですね、モコリクロです。よっしゃ、わー2匹目ー。はーい、モコリクロ2匹目。おしゃ、おー飛んだ釣れました。今日このサイズっすね。これはすごいね。キーパーないもんね。ありがとうね。とりあえず坊主じゃない。今入れた瞬間に中で全て、ね、絶対魚がかかっているっていう動きをしてウニ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 。これはボトムアップのブルースオーグ。いや、これはオスピーです。あ、オスピー。ああ、はい。はいはいはい。ビーバーです。ドライブビーバーの3インチ。はい、いやー。まあいつものヘビダンにホワイトの7。はい。8ですよね。いや、7フィート8。はい。今度か。おめでとうございます。とりあえず坊主じゃないです。よかったです。よかったです。脳進化を丁寧にてっ入れるしかないですかね。なぁとか言ってましたからね。俺も一匹目の小さいやつばらした時、謎の声出ちゃいました。うーみたいな。ふふふふってなっちゃう。ちょっと待ってください。待ってください。ストップでお願いします。今いた、なんかちょっと待ってもらっていいですか。なんかいた。食ってないです。バスですね。食い損じ、いや見えたんで、まあ40ぐらいはあると思うんですけど、いましたね。なんか横っ腹ギランが見えて、ダメか、ワンチャンしかねえのか。はい、トップ、ダメ、トップ、もうどっか行っちゃったかな。そうなんですよね、引っかかってくれ。これはい、いいっす。そのなんか斜めに走ってる足のあたり、まだいるはずなんですけどね。そんなかかってないんで、なんかピックアップのルアーにわーって食いつきに来たような風に見えたんですけど、ダメか。おっしゃ、
あーいいな。オッケーっす、オッケーっす。取れます。ちょっと待ってください。はい、了解っす、了解っす。取れんな。あー取れた。あぶねー。そうじゃねえかなと思ったんすよ。あー、カバスキャ準備してなかった。うおー、いただきフィッシュナイスです。今ね、釣り子 TV さんが見えたって言ってたんですけどね、投げていいっつって無理やり奪い取って、いやいやいやカバースキャット、ね、この間もそうだったんですけど、カバースキャットですね。これのボロに入れるには本当 ですね、でボトム落としてパンパンと跳ね上げた時にもう糸パンと走って、はい、でした。これはかなりいい感じですね。よいしょ。あ、ちょっと口閉じで。あ、でも47ぐらいあるんだかな。46かな、口閉じだと。あ、7あるね。いいですね。開いて47。ありがとうございます。カバースキャットで食うとやっぱでかいっすね。1500以上あるね。ありがとうございます。2匹目です。いい、なんか悪いね。いやいやいや、でもこの感じ絶対もらったよな、マジで。本当にカバースキャットのね、フォローがすごいね。すごいですね。ちょんちょんちょんで送ったっていう。完璧でした。いや完璧です。ただ人が見つけた魚なんてまあ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 、でもまあそういう感じでやっていくしかないですよ。もう湯まずめに釣れる感じあんまり珍しいんでね。はい、あ、でもポテトにもそう